マリアナ海域で漁船が集団遭難してから10日目、捜索を続けてきた光勝丸が10月16日、静岡県焼津港に帰ってきました。209名の行方不明者のうち、発見されたたった一つの遺体が運ばれてきました。残された家族は母一人子一人、ここにまた一組の海難遺族が生まれたのです。続いて陸揚げされる遭難漁船の漂流物。行方不明となった6隻の漁船と108名の漁船員は、マリアナ海域で多量に発見されたこれらの漂流物からほとんど絶望視されるに至ったのです。肉親の形見を探す家族たち、静岡県辺田村は今度の遭難で一挙に3隻の船を失い、71名の漁船員は消息を絶ったままです。深い悲しみに包まれた村人たちは仕事も手につかぬ様子です。村の船主たちにとっても長い年月をかけてようやく遠洋漁業にまでこぎつけた矢先だけに、その打撃は大きいようです。辺田村の午前7時、取り残された家族たちが続々と神社へやってきました。遠く遥かな遭難現場へ悲痛な祈りを込めてお百度参りを続けているのです。日本の漁業は戦後沿岸漁業から遠洋漁業へと漁場が拡大され、漁業生産量は飛躍的に増加してきました。辺田村も遠洋漁業ブームに追いかけられて、大型漁船の数は12隻。しかし乗組員の小さなベッド一つを見ても、背伸びした地方資本の苦しい姿がうかがえるようです。韓国警備艇による打砲覚悟の上で離ラインを越えて強行出漁する漁船団、これも中小船主の苦しさを物語るものです。太平洋でも漁群が近づけば徹夜の漁が続けられ、たとえ台風が接近してもギリギリまで操業するなど、遭難と紙一重のところで漁が行われてきたのです。かくして漁船の海難事故は激増の一途をたどり、年に1000人を超える犠牲者を海に失っているのです。世界一の漁業王国を謳われる日本。しかし海からの豊かな収穫も恐怖の報酬なのです。10月18日深夜、マリアナ遭難の生存者15人が辺田港へ帰ってきました。行方不明の家族たちに遠慮して、ただ一人の出迎えもない静かな上陸です。台風29号と戦い続けること50時間、奇跡的な生還と言われながらも、多くの仲間を失った今、喜びと悲しみの複雑な表情です。19日の明け方近く、家族と共にひっそりと家路へ着きました。久しぶりで我が家へ帰った真野さんも、まだ恐怖の冷めない沈痛な表情です。神社へ通い続ける71名の家族たち、繰り返される海難事故、そこには漁獲第一主義の無理な操業がうかがえるだけに、
悲劇を一層深いものとしています。